い、走れ大井チャンネルです。皆さん、自分の走れ大井チャンネルのエンディングをご存知でしょうか。少し前からエンディングを改良しまして、最後にゴリスポっていうやつが最後アーリアしたって言ってますよね。ちょっと今日はそれについて詳しく話していこうと思います。まずゴリスポはですね、自分と同じチャンネルで活動してまして、現在大学野球をやっています。で、大学野球をやっているんで基本的に動画には出てないんですけど、まあ一応登録上というかチャンネル名では With ゴリスポということで、同じグループで活動しております。で、ゴリスポは動画に出ないんですかとかよくコメントでもらうんですけど、ゴリスポはですね、今大学で野球やっていて、基本的には、大学野球中は動画に出ません。基本的に大学を引退してから同じグループで活動していこうと思っています。ちょっと今日はそのゴリスポに関する言葉でもあるんですけど、アーリアしたありますよね。まあ、あの日本語に直すとありがとうございましたという、まあ、ゴリラスポーツ用語なんですけど、ちょっと今日はそのアーリアしたについて詳しく調べる、ちょっと研究をしていこうかなと思います。最近ですね、自分も動画の最後にアーリアしたを言って、その後にゴリスポのアーリアしたでエンディングに入るっていうのがあるんですけど、ちょっとアーリアしたの昔を見てみたところ、今言ってるアーリアしたがちょっとぬるいかなと。ぬるいっていうのはなんか寝ぼけたなんかゴリスポが寝ぼけたような顔でアーリアしたって言ってるんですけど、それはちょっと違うなと思ったんですよね。ね、よろしくお願いします。ではアーリアした、アーリアした。一時期自分が体調不良で動画出れなかった時に、代わりにゴリスポに動画出してもらいました。その時のアーリアしたを見てみましょう。それでは、いいと思います。それでは、短くなりましたか。はい、どうですか。アーリアした、なんかキレがまず全然違いますよね。今のやつはなんか寝ぼけたような顔で言ってますよね。ちょっとなかなかこれがちょっと気に入らないんで、今日のエンディングから新しいのに変えてます。ちょっとあの昔のアーリアしたを自分真似しちゃったんで、ちょっと鈍ってるんですよね。アーリアした的な感じで鈍っちゃってるんで、ちょっと新しいアーリアしたを練習しようかなと今日は思います。もう一回、もう一回確認してみましょう。短くなりましたか。はい、どうですか。アーリアした、はい、そんな感じで見てもらったんですけど、なんか昔のは舌を巻くようにアーリアしたって感じで入ってるんですよ。で、最近のエンディングはなんかアーリアしたアーリアしたってなっちゃってるんですよね。本来であればアーリアしたってこう低い感じを出したい、ちょっとそれが見受けられたんで、ちょっとそれをね、今日は練習していこうと思います。ずっと今までここ2週間くらいは自分も真似してたんですけど、それはアーリアしたアーリアしたって感じで、この口を開かずにアーリアしたって感じで言ってたんですよ。でも本来はこの舌を巻きつけるような感じでアーリアしたアーリアしたって感じで自分の方に最後引いて終わるんですよね。ちょっと今日はそれを練習して、ちょっと動画にしていこうかなと思います。で、あの今動画のストックが6本ぐらいあるんですけど、その動画に関してはもう撮影終わっちゃってるんで、多分昔のアーリアしたなんですよ。で、まあ1週間ぐらいしてからアーリアしたも変わっていくと思うんで、その辺は少しご了承ください。じゃちょっと練習をしていきます。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。ではアーリアした、ちょっと違うな。ちょっとね、夜なんですよ今実は。ちょっと今時刻が1時前なんで、あんまりちょっとボイス出せないんですけど、感じとしてはアーリアしたアーリアしたシュッシュッって感じで、ちょっとあと何回か練習していきます。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。ではアーリアッシュ、あ、結構いいんじゃない今の結構いいかもしれないね。外だったらもう思いっきり出せるんですけど、今ちょっと部屋でやってるんで、ちょっとまあ、ボイスは抑えてますけど、今までのはアーリアッシュ、ちょっとなんかダラダラって言っちゃってたんですよね。じゃなくてアーリアッシュって感じで最後終わる感じでやってみようかと思います。じゃあラストいきます。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、アーリアッシュ。あ、いいね。いけるね、今の。そんな感じでね、ちょっとこれからやっていこうかなと思います。ストックされてる動画に関しては、ちょっと昔のアーリアッシュなんで、ちょっとニューバージョンのアーリアッシュは、おそらく1週間ぐらいしてから動画になると思います。まあ、そんなわけで皆さん期待しておいてください。はい、というわけでちょっと今日は野球とは全く関係ないんですけど、ちょっとこれを撮りたかったんでやってみました。で、近々アーリアしたの T シャツもできるんじゃないかなという話も出てるんで、皆さんもし発売されるようになりましたら、ちょっと購入を考えてみてください。おそらくかなり安く出せると思うので、その辺は
期待しておいてください。もう一度確認しますけど、日本語の意味ではありがとうございましたなんで、学校とか部活とかで先生に向かってありがとうございましたと言わないでくださいね。そこは申し訳ないですけど責任取れませんのでよろしくお願いします。はい、というわけで今日はゴリスポのありがとうございましたと今後の走るおいチャンネルのありがとうございましたちょっと研究してみました。というわけでまた1週間くらいしてからになると思うんですけど、これからのアーリアシテに注目してみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいねよろしくお願いします。ではアーリアシテ、アーリアシテ、とどまることを知らない、とどまることを知らない、とどまることを知らない。チャンネル登録お願いします。アーリアシテ。